アイリアルとヨタアイリアルとは、トヨタ自動車が開発した、パーソナルモビリティである。PM、アイユニット、アイスイングといった、今までにトヨタが開発してきた、パーソナルモビリティのコンセプトをベースに、さらに発展させた、パーソナルモビリティ。2007年の東京モーターショーで、ワールドプレミアを飾った。その時のプロモーションムービーでの走行シーンは、大谷夏江、成田亮。 佐野申請が担当した。実用化に向け、ドアを廃止、無駄な部分を省いて、サイズを小型化することで、より人間に近いサイズとなった。背面はディスプレイとなっており、任意の映像を流すことができる。動力は今までと同じく電気を動力源としている。操作方法もステアリングホイールとアクセルペダルの代わりに従来通り手元で操作するドライブコントローラーで行う。 また、低速走行時は、ホイールベースを短くして、小回り性を高め、それ以上の速度域では、リアの一輪を後方へ移動させ、車体重心を低くし、ホイールベースを長くして、操縦安定性を確保する。さらに、速度や、旋回半径によって、サスペンションを自動的に上下させて、ボディを内傾させ、無理なく、スムーズに走行することができる。アイリアルには、 コミュニケーションディスプレイというものが備えられており、それを使用することで、他のアイリアルとコミュニケーションを取ったり、情報を交換したりすることが可能。2008年の北海道東屋湖サミットで、環境問題に関する提案の一つとして出展され、報道関係者や福田康夫首相が試乗した。2009年6月27日から、中部国際空港に展望デッキの警備と、 到着ロビーの案内業務用に4台が導入され、初の実用化となった。2010年上海万博の日本館で紹介された。低速モード2009年6月18日、中部国際空港、トヨタ自動車の連名で6月27日より、中部国際空港で自運用を開始することが公表された。実用化を計画し、約3年前から走行試験及び操作。 接客訓練を繰り返してきたという。トヨタはアイリアルを無償提供する見返りに走行データを回収し、将来の販売につなげるのが狙い。案内業務用に1台、警備業務用に3台を配備するセントレアモデルは従来のアイリアルをベースに開発し、用途別に装備、仕様を変えている。案内業務用、案には空港バックパックを搭載。この中には、 パンフレットやパソコンを搭載し、無線 LAN を通じて、業務連絡を行う。警備業務用の、ケイは、屋根付きで、自動体外式除再動機を装備する。航続距離は1回の充電で約30、約3 0トル最高速度は、時速約時速3 0トルだが、空港内では、平常時は、時速最高時速6トル緊急時には、 時速1 5トルに制限する。操作系はドライブコントローラーを前に倒すと、前進、後ろに倒すと、ブレーキ、左右に倒すと、ステアリングを切ることができる。バックは左手操作パネルの R ボタンを押すことにより可能。歩行モード時にはその場での旋回、新時旋回が可能だが、走行モード時には走行速度に合わせて、 旋回半径を変化させる制御をしている。搭載センサーとしては、ジャイロセンサーを搭載し、段差があっても車体が傾かないように制御している。また、車体の外周にセンサーを配置し、周囲に人がいる場合には、自動的に停止するモードを備えている。電気モーターでは、エンジンのような騒音がなく、周囲が車両の接近を認識しづらいため、走行中は、風鈴のような、 音を出すようにしている。2007年東京モーターショー出展モデル。ありがとうございます。